はい、こんにちは、しょんちゃんです。はい、ということで本日は11月のおすすめの景品を紹介していきたいと思います。もうね、11月なのでね、だいぶ肌寒い季節になってまいりました。もうね、肌寒い教育をしてね、結構寒いですよね。特に朝とか夜とか寒いですよね。まあね、こんなね、寒い季節をね、今回はね、あったかく乗り切れる景品をご紹介していきたいと思います。全部でね、3つ紹介させていただくので、早速1個目を紹介していきたいと思います。1つ目の景品はこちら、じゃーん。はい、皆さん、こちら何だか分かりますか？こちらですね、スヌーピーの、こちらはスヌーピーのこれカーペット、下に敷くやつもカーペットみたいな形ですね。はい、これがこういう風に持ち運べるような、こういうね、肩にかけたりとか持ち運びのできやすいカーペットになってます。あとね、結構カーペットとかってかさばると思うので、こういう風にね、丸まってくれたりとかすると、夏の季節はこう折りたたんで、どっか押し入れとかに置いといてってことができたりとか、運ぶ時に便利かなと思います。まあ、これ実際に今から開けてどんなのかを見せていきたいと思います。この後ろはこういう風にマジックテープで両サイド止まってます。じゃん、じゃん、じゃん。これ結構大きいのでね、ちょっと収まらないかな、収まらないかもしれないんですけども、はい、こんな感じです。こんな感じで画面に収まらないほどちょっと大きなサイズになってます。柄はね、こういう風にスヌーピーの柄がいっぱいあります。まあ、グレーなのでね、割とどこのお家にもあったりとか、まあ、使いやすいデザインになってるんじゃないかなと思います。はい、裏面はね、生地が違うんですよ。なんていうのかな、マットの裏側みたいな感じの、なんかちょっと滑りにくいような生地になってるので、まあ、敷いててもこう滑らない、動かないような感じになってるんじゃないかなと思います。はい、じゃあまず1つ目、こちらのマット、カーペットを紹介しました。2つ目の景品を紹介していきたいと思います。パーカーですね。トムとジェリーのパーカーです。じゃあまず先にこっちのグレーからいきますか。こちらのグレー紹介します。はい、こんな感じです。デザインはね、こんな感じ、なんかちょっと四角くいっぱい書いてあって、漫画じゃないですけど、漫画みたいな、なんか可愛い感じですね。で、色もね、パステルなのでちょっと映える感じで、トムとジェリーとかいっぱいね、います。でも可愛いですね、トムとジェリーがいろんなポーズだったりとか形とかになってます。可愛い。今パーカーなので、あとはフードがついてて、中の裏地はちょっと分かりにくいと思うんですけども、ちょっとふわふわと言いますか、モコモコはしすぎてないんですけども、ちょっと肌触りのいいふわふわとした生地になってますね。中もね、しっかりね。なのでね、これ1枚着てるだけで結構あったかいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、こちら大きさはフリーサイズになってるので、なので、まあ女性の方でも男性の方でもね、着れるパーカーかなと思います。なのでね、まあ、2種類次紹介する白もありますし、まあ、こっちのグレーとかでもお揃いとかにね、着ていただけたらね、可愛いんじゃないかなというふうに思います。はい、でこっちの白いパーカーはこんな感じ、トムとジェリーが写ってます。結構これはさっきと比べると絵柄がドンって入っている感じですね。まあ、トムとジェリーっていうのが遠くからでも分かるんじゃないかなと思うデザインになってます。ではトムがチーズを持っているジェリーをちょっと狙ってるのかな、そういうようなデザインになってます。どっちも可愛いですね。
っちも買える。でも私はどっちかっていうとこっちのグレーの方が好きかな。どっちも可愛いと思うんですけど、私トムとジェリー結構好きなのでどっちも可愛いなと思うんですけど、私はちょっとこっちの方が色味だったりとか、まあ、可愛いのかなというふうに思いますね。はい、ちょっとね、こっち白もグレーもかなり使いやすいデザインと色味になっているので、まあ、何でも合わせやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、2個目の景品パーカーを紹介しました。はい、じゃあ次は3つ目の景品を紹介していきたいと思います。こちらサンリオのブランケットです。サンリオのブランケット3種類をご紹介します。まあ、ブランケットって本当何個あっても良くないですか車で使ったりとか、あとは職場でデスクワークとかだったら職場で使ったりとか、まあ、お家でも使ったりとかしますし、なんかいくつあってもブランケットっていいなと思いますね。それで、ね、柄もね可愛いんですよ。可愛いからね全部欲しくなっちゃう。はい、じゃあね1個ずつ紹介していきたいと思います。まず1つ目はこちら、こちらリトルツインスターズのねブランケットです。キキララちゃんのデザインになってます。大きさもね、そこまで大きくないです。そのくらい、わかりますか？そのくらいの大きさになってます。ちょうどね、膝にかけるのにちょうどいいかなってぐらいですね。あんま全身にかけるってほどの大きさはないです。でもそのくらいの大きさが意外と使いやすいですよね。どこ持ってってもね。はい。こちらで、デザインはさっきも言ったキキララちゃんで、なんか、夢かわいい。なんか可愛いですよね、こういう、ね、女の子らしい感じがすごいいいなと思います。で、裏はこれは白です。白になってます。で、生地はどんなのかっていうと、生地はまたね、また見えるか分かんないんですけど、こういうちょっとふわふわした感じ、分かりますか？ふわふわした生地になってます。はい、結構ブランケットってやっぱ薄かったりとかするときあるじゃないですか。買ってみたら結構薄かったなみたいなことあったりとかすると思うんですけど、これは割と生地しっかりしててふわふわしててかなりあったかいんじゃないかなというふうに思います。なんかね使いやすそう、だいぶいい感じです。はい、ただ次のもう2個目のサンリオをね紹介します。2個目のデザインはこちら、クロミちゃんのデザインですね。はい、クロミちゃんがここに大きくいるデザインになってます。紫でね、なんか色味がいいな。こういうパステルな紫は私は好きですよ可愛いですよね。結構クロミちゃん好きな人多いんじゃないですか。うちのお店でもね、クロミちゃんとかマイメロちゃんとか結構好きっていうお客様がいたりとかするので、これはね好きな方にはもうこんな大きいクロミちゃん乗ってますし、すごい嬉しいんじゃないかなと思います。まあ、寒い時にね、いつも膝だったりにクロミちゃんがいてくれる、これファンだったらテンション上がりますよはい、こんな感じのクロミちゃんのデザインになってます。はい、じゃあ次は3つ目ね、最後のねブランケット紹介します。はい、こんな感じです。はい、これはサンリオキャラクターがいっぱい写ってるデザインになってます。ベースはねピンクになってて、キティちゃん、タキシードサム、シナモン、ポチャコ、ポンポンプリン、お、マイメロちゃんとクロミちゃん、かわいい。あ、パクくんのなんかアイマスクつけてる、かわいい。キキララちゃん、アンギョドン、アヒルのペックル、はい、大集合ですね。これはね、サンリオ好きにはたまらないですね。はい、こちらサンリオのブランケットの3種類からも紹介しました。はい、ということでね、今回11月のおすすめではあったかくなるような景品を紹介していきました。今回はね、あったかくなる布系、生地系みたいな、なんていうんですかね、布系の景品を紹介しましたはい、ちょっとね、エブリデイ餃子店にはね、あったかくなるアイテム
がいっぱいあります。これも全部揃えてもらったらもう完全にこの冬越せますこの冬はね、あったかく過ごせるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ぜひね、まあ、他にもあったかい景品だったりとか、当店ございますので、まあ、そちらも合わせてゲットしていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということでね、今回はこちらで動画は終了とさせていただきます。最後まで見ていただきましてありがとうございました。では今回の動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。以上、しまちゃんでした。バイバーイ。